プロボはユタ州にあるユタ軍の軍庁所在地であり、ソルトレイクシティから南の方へ約80キロ離れている。北の俺、虫と南のスプリングビール市の真ん中にある、ブリガムヤング大学で有名である。市民に規律が重んじられていることから治安は極めて良好であり、モーガン・ウィット・農ーが発表した2015年の治安が良好な都市で全米で5位を記録している。 1849年にソルトレークシティから来た33系の家族によって制定されたが、10万5166人の人口に増えてきた。2005年10月に統計局は11万1718人の人口推計を出した。それにより、ソルトレークシティとウェストバリーシティの後を継いで、ユタ州で3番目に大きい市となる。元は、モルモン開拓者が、 ユタ要塞と名付けたが、エティエンプロボストという、カナダ人の名を取って、1850年に、プロボ氏になった。ソフトウェア会社のノベルは俺、虫で組織されたが、その後しばらく、プロボ氏に移った。今は2000人を雇っている。プロボは、北緯40度14分40秒、整形111度39分39秒。 北緯40.24444度整形111.66083度、40.24444-111.66083、コーディネーツ、関数に無効な引数が渡されましたに位置している。標高4549フィートでユタバレーに位置する。アメリカ合衆国統計局によると、プロボは総面積108.2キロ平方メートルである。 このうち 102.7km が陸地で5.14%の 5.6km が水域となっている。2000年現在の国勢調査で、プロボは人口105,166人、29,192世帯、及び19,938家族が暮らしている。人口密度は 1,024.3km である。 295.8平方キロメートルの平均的な密度に3374件の住宅が建っている。この都市の人種的な構成は白人88.52%アフリカンアメリカン0.46%先住民0.80%アジア1.83%太平洋諸島系0.84%その他の人種5.10%及び 根結2.44%である。ここの人口の10.47%はヒスパニック、またはラテン系である。この都市内の住民は22.3%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が40.2%、25歳以上44歳以下が23.2%、45歳以上64歳以下が8.6%。 および65歳以上が5.7%にわたっている。中央値年齢は23歳である。女性100人ごとに対して男性は92.6人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は89.3人である。 この都市の世帯ごとの平均的な収入は34,313ベイドルであり、家族ごとの平均的な収入は36,393ベイドルである。男性は32,010ベイドルに対して女性は29,28ベイドルの平均的な収入がある。この都市の一人当たりの収入は13,207ベイドルである。 18歳未満の14.4%及び65歳以上の4.3%を含む家族の約12.5%及び人口の26.8%の収入は貧困線以下である。プロボの住民はモルモン郷で占められている。US g ギャザティア Files 2012000&1990 0 United States Census Bureau http://www.census.gov スラッシュ geo スラッシュ www gaze tteer スラッシュ g z h t m l 2011年4月23日閲覧アメリカンファクトファインダーユナイテッドステイツセンサスビューロー http://factinder.census.gov2008 年1月31日閲覧。ありがとうございます。